森の小学生中学校では授業中に手紙折って回すやつの文化ありましたけど、やったー、あったし、なんなら全部取ってるから実森に帰ったらあるよ。聞いてよコラショー、学校って怖い場所なの？うんうん、そんなことないよ。もしよかったらレイレにあだ名つけてほしいです。お願いします。本当にこれでいいのか。これから VTuber 目指している方へのアドバイスはありますか？まあそうですね、そんな方に向けてあのセミナーというものを私開かせていただいておりまして、そのアーカイブがね2本ほどありますので、そちらをぜひ参考にしていただければなっていうふうに思います。まあ第2回の方ではですね、あのとつまちという形でいろんなライバーさんにですね、その志望動機であったり自己 PR を書くコツなんかをですね、あの募集して答えていただいたりもしてますので、そちらの方をねぜひ参考になるかなっていうふうに思います。遊びだと思ってたんだよね、エル。エレルお誕生日おめでとう。楽しい一年を過ごしてね。エレルの実盛りの倉庫にしまってある赤いランドセルより。あー、エレルお誕生日おめでとう。楽しい一年を過ごしてね。エレルの実盛りの倉庫にしまってある赤いランドセルより。コラショー、ねえ聞いてよコラショー、学校って怖い場所なの？うんうん、そんなことないよ。でもね、学校でこういうことがあって。うーん、そっか。でも大丈夫、明日の朝には君が楽しいと思える学校になってるはずだよ。ああ、あれ、今日朝起きたのにコラショの目覚まし時計鳴らなかったな。てかコラショの目覚まし時計どこ行った？あ、いいか、学校行こう。皆さんに大切なお知らせがあります。あのうちのクラスの〇〇さんと〇〇さんなんですけれども、先日からですね行方不明になっておりまして、本日はね学校お休みしております。最後にね、遊んだお友達とか何か詳しいことを知っているお友達がいれば速やかにね先生の方に伝えるようにしてください。そうなんだ、何かあったのかな。でね、でも、化け派とか被ってみたいなって思う。エルフの森の小学生中学校では授業中に手紙折って回すやつの文化ありましたけど、やったー、あったし、なんなら全部取ってるから実盛りに帰ったらあるよ。その時の、なんか恋愛計画みたいなのも書いてて送ってたわ、なんか。今日のドッジボール集会の後、私が何々くんを呼び出すから、みたいな。なんか、エルが、その、恥ずかしくて告白できないって時に、じゃあ私が、言ってあげるって言ってくれて、エルは階段の裏で待ってな、みたいな感じのことを手紙で回したりしてた。で、約束の場所から、なんか走って戻ってきたエルの友達の女の子が、エル！エル！とか言って、ラインスタンプみたいななんかポーズで、なんか、頭の上で丸を作って、はっ！ってなって、うーん！とかやってた。これは人間の年齢で言うと小学生ぐらいの出来事かな？輝いてたよな、あの頃。いや、マジで可愛かった。本当に可愛かった。あの頃のエル、どこどこ。無邪気だった、マジで。丸を機に、エルのこともっとしてほしいな、っていうふうに思います。男の好きな服装、髪型。てかさ、みんなが恋バナするときにさ、ボトコボンナっていうの面白いんだよね。エルがさ、ボトコの子とかボンナの子とか言うからさ、みんな丸で送るときボトコボンナって言うんだよね。好きな服装、髪型教えて、何でもいい話で。いやって聞かれるんだけど、よく。いつもエル何でもいいって答えちゃうんだよね。黒系統の服装とかいいと思います。いいんじゃないでしょうか。無難に、黒い長袖のシャツ、黒い長いズボン、でなんか、おしゃれめな、そこだけブランドもののベルトとかね。ワンポイントでつけるタイプのおしゃが好きなので、そういうのとかいいと思います。ああ、言っただけでなんかドキドキしてきちゃった。髪型はマジでわかんないし、エル、相手の顔見て喋れないから、別に何でもいいんですけど、正直。どうした？話聞こか系の髪型もエルは全然好きですけどね。なんかインターネットではなんか笑われてるけど。マッシュ。そう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 。お？まだちょっと早くないですか？そんなことない。アニメ飲みすぎ。もしよかったらレイレにあだ名つけてほしいです。お願いします。じゃあ、ダウンロードっていう言葉が目に入ったので、画像ダウンロード、ガード！本当にこれでいいのか。ガードさんです。今日からあなたは。エレラ、自分で自分の性格どんなだと思ってる？なんか、ふっかるだし、誘ったら何でも来てくれるんだけど、これから先の関係になるにはちょっと時間がかかる性格。だからご飯行こうって言って全然行くけど、親友以上になるには、なんか、結構時間が、
時間と信頼度がかかるタイプみたいな感じですかね。でも親友にならなかったから悪いとかじゃなくて、なんか親友以上の関係が少ないだけで、別に選んでるわけじゃないしみたいな、時間がをかければ仲良くなれるみたいなタイプですかね。相手からグイグイ来られてもダメ。あ、でも全然グイグイ来てくれたら逆に助かるけどな。自分がいけない分。みんなそんなもんじゃない。あ、そうかな。じゃあ別に変わってるわけとか変なわけじゃないんだ。エレル、お誕生日おめでとうございます。質問なのですが、俺らにされて嬉しいこと教えてくれませんか。たくさん楽しい時間をくれるエレルに私もお返しがしたいです。今年もエレルにとって素敵な一年になりますように。あ、なんていい子なんでしょう。ベタだけど、コメント、リアタイのコメントと、あと動画とかのコメントとかも残してくれたらめっちゃ嬉しいかな。ありがとうございます。ありがとう。何かしたいって思ってくれるその気持ちが嬉しいってやつよね。なんか誕生日プレゼントとかサプライズとかじゃなくて、なんか誕生日プレゼントとかサプライズをすることによって誰かを喜ばせたいと頑張ったり考えてくれた、その気持ちに幸あれみたいなタイプだわ。ほんとよ。 S 食いもん、原作順守。 L 食いもんって言うからね。最近仕事で怒られてばかりですが、エレエルの合言葉のバカを聞いてから怒られるたびにニヤニヤが止まりません。これってやばいですか。バカじゃない。それだったらそのさ、ニヤニヤが止まらないっていうさ、そのド M の心をさ、仕事にも活かせれたらいいのにね。怒られてばっかだから仕事頑張ろうっていうさ、気持ちに活かせたらいいのに、それには活かせてないんだ。バカだな。結局何の意味もないじゃんそんなの。ニヤニヤしてくれてる。こういうのがいいのかな。エレンの弱点知りたいです。キャッ、何弱点。そんなものないです。え、なになに、耳たぶとかそういう話。いやー、ドキドキしちゃう。あ、今の嘘なんですけど、弱点はですね、あれですね、エル、こう見えて、まあ、声とか褒められた時はでしょとか言うんだけど、自己肯定感そんなにないタイプなので、エルのことを褒めちぎったり、ああ、もう好き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 だな、大好き大好き、愛してる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 、あ、一緒一緒にいて一緒一緒にいてとか言ったら、エルちょろいので、全然照れるかな。褒めちぎることですかね。褒めちぎられたら、弱い。な？弱点。